第14期麻雀グランプリマックスベスト 16B 卓最終5回戦の模様をお届けしてまいります。実況の柚木美香です。そして解説は引き続き近野慎太郎プロが務めます。近野プロよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは最終5回戦対局の準備ができたようです。第14期麻雀グランプリマックスベスト 16B 卓5回戦後輩の開始です。さあ最終戦がスタートされました。ちいちゃから三浦、なんちゃに杉浦、しゃーちゃに吉田、ぺーちゃに藤原といった並びで最終戦スタートです。ドラが3ピンです。さあ全 4回戦を終えて現状のポイント表示されました。2人勝ち上がりのトーナメントなので2位の杉浦と藤原の差がちょうど30ポイントと40ですね。あ、ごめんなさい、40ポイントということで、はい、ざっとですけどトップラスで、はい、4万点トップ2万点のラスの2人浮き沈みのトップラスで36なんですよね。はい、でもうちょっとなんで、まあ藤原さんが4万5千ぐらいのトップで杉田さんが2万ぐらいのラスで、うんうんうん、みたいなところですかね。それか杉浦さん沈んでればいいやぐらいだと、はい、まあ、ざっとに、まあそうですね、6万点弱ぐらいのトップがあればいいかなと思います。一人浮きで6戦折る2回とか、うん、6戦折る4戦折るとかですので、必須は藤原さんは、まあ、ほぼトップですね。はい、で杉浦さんは最低限沈み、うん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 、で順位点である程度差をつけて、はい、争点で、かわすか、うん、これが例えば藤原さん 1位で、はい、トップで杉浦さん2着で2人とも浮いてるってことになると3万6千点差つけなきゃいけないんで、はい、例えば杉浦さんが3万点ちょうどの浮きだとしても、はい、藤原さんは6万6千点以上が必要と。6万点の超えのトップはなかなか出ないんでね。うん、そうですね。仕掛けていきました。藤原がチュンのポンからドラドラですね。はい、3ピンのドラがドイツであります。1枚目のチュンポンですね、はい、この状況の藤原が1枚目のチュンポンっていうのはちょっと高くは見えますかね。うん、一泣きですからね。はい、それなりには高そうですよね。藤原にはオーラスの親番もあります。ただオーラスの親番って、はい、勝ってる2人にとったらあと1曲その曲だけなんで、はい、で点差っていうかどれぐらいの差があるかも分かってるじゃないですか。はい、結構リスクって踏み込むんできますよね。うん、そんなにゆっくりやらせてもらえる状況でもないですね。はい、なんやかんやでいいシャンテンまで来ましたが、どうします。まあでも転敗したらもちろん上がりに行くしっていう感じですかね。はい、さあこれで転敗すっちそう待ちチュンドラドラです。ちそう、トンは安全牌ですね。本日のイーシャンテンが三浦、藤原は3900スッチッソー待ちの転敗、杉浦は何でしょうか。
イーシャン天ではありますが、ウーアン押した。中点取るか、取りましたか。あたり牌を使い切って6ケースお待ちの天牌。変化まず余裕はないか。メンタンピン、はい、リャンソー待ちで吉田がリーチ。スッチッソー対ロッキュッソー対リャンソー。急走を積もりました三浦のつま上がりです。本一ですね。1000オール。まあ、この杉浦さんが沈んでくれたんで、うんうんうん、まあ、吉田さんと藤原さんにしたらそんなに悪い感じではないんですけど、うん、でも上がりたかったでしょうね。そうですね。ドラドラの藤原とメンタンピンの吉田の2人の天牌でした。さあ、南車対決となっております。三浦の手牌親番です。ドラはチーソー、ドラドラ杉浦です。藤原の手牌がまとまっていそうか、うん、ドラドラの杉浦に白が重なりました。白はまだ誰の手にもありません。三浦この状況はまだ仕掛けて上がりに行く状況ですか？あのさっきみたいに、うん、ポンテンチーテンとかは取ると思いますけどね。うん、この形からはちょっと発信しづらいですね。はい、遠くからは仕掛けないと思いますけど。今度は下の3色か。ピンズを払っていきました三浦です。9万の重なり、うん、ソーズの連盟も払っていきました。統一手かマンズかっていう感じですか。そうですね、均一にしたいですけどね。うんうん、お、さらにマンズ。これチートイツはリーシャンテン、ね、そうなんですよね。これで1600は嫌ですね。嫌ですね。はい、切っちゃいましょうか。3ピン。なんだ、なん、シャンパイ。吉田の捨て牌がかなり派で、あ、これ、はい、やはりチートイのみはと。さあ、こうなると仕掛けあるとしたら3万待ち、チーマンとかもチーですかね。そうです。ただポンは9万ポンとかもあるか。泣いた後に残った形が結構苦しいんで、どうですかね。動いたところで吉田さん多分下ろさないんで。ああ、そうか。いいシャンテドラ引いていいシャンテ。はい、感知層が入りました。これでポンテンが取れますね。取りそうですね、ここまで来たら。いやー、ドラドラの杉浦ですが、なかなか思いにいかない。純ちゃん3色
そうそう、これじゃないんですよね。それで一気にいますね。はい、ハックだ。シャア泣かないですもんね。そうでしたね。うん、しゅんちゃん三色インシャンテン吉田です。モナンは動いて初で上がれる形。そうですね。で、まあ、危険範囲掴んだらシャアでもありますからね。はい。Q1 は泣かず。泣いてたらツモはペイか。ペイは大丈夫か。初はバニゼロ。初だー。うわー、もう嫌そうですね。うん、だってオタカゼポンだもんな。初が出ました。三浦の親番三浦の上がりとなります。初1500点、初ドライチですね。2900、3200。三浦が加点を続けていきます。トンの一局は日本馬、ドラはチーソーになります。はい、ドイツが多いか、中ちゃんぱいのドイツが多く見えました。スネルもちょっと苦しいか。ここまで全体的に重め。藤原はどうだ。ドラリアンメンターツがあって、お、ドラメンツになりました。マンズでも一メンツがあって、藤原が軽そう。まあ、もう三浦さんはあんまりね気にしないでいいと思うので、はい、杉原さんを浮かせないようにして自分がトップ取って、うんうん、はい、例えばトップ3着だとして12ポイントなんで、はい、40ポイントに28か、袖に2万8000差をつける、トッププラスで2万4000差をつける。1万2000直すれば条件クリアなんですけど、はい、全然できないですからね。そんなことは簡単にはできないです。もうこの順目で一室小とか貼って見逃してみたいな感じですもんね。実現するとしたら、まあ直撃取れるとしたら早い闇点ぐらいしかないですからね。はい、正さんに積もってもらってっていうパターンもありますもんね。そうですね、はい、あの吉田さんも浮いてくれれば一人沈みにもできるんで、うんうんうん、一人沈みにできればトッププラスで20ポイント違うんで、はい、そうすると素点で2万点なんで、ちょっと現実的です ね。 そうですね。さあ吉田がシャーチャのシャーのポンとスーピンの仕掛け、ワンガンコチュンはションパイ、イーソー3層3ピン、どれも場には切れていなさそうですね。結構チャンスですね、藤原さん。はい、ローソーから先に切りましたか。リャンピンではないんですね。そうですね、ドラが小さそうなんでね、はい、リャンピン切りでも良かったと思いますが、もう吉田に嫌ですか、リャンピン。いや、でも切ると思いますよ。ローワン、ローワンペイもス
両ピンももう切れないっていうことですか。そういうことですか。折りですか。吉田さんに任せるってことですか。3ピン引いたら一応復活ですけど、はい、スチーは目に見えて、スチーはそうか、1、2、3、何段階3枚目か、まあ、これも天敗か。薄いは使ったけどな。取って闇天、三浦もインシャンテになりましたか。チートイツのインシャンテン取らず。かなり吉田からのプレッシャーが来ています。いやいや、全く何も持ってこない。仕掛けてからほとんど形が変わっていません。いやドラ、ローソーは自信で切っています。もうドラも切っていった。インシャンテン復活。そうですね。もうパーピンもつなぎって天敗を装うみたいな感じになるんですかね。そういうことでもないですか。チートイツドラを通っている。ウーソー短期になりました。触れてるんですね。本当でした。吐く、切ってきましたね。手出しチューン。手出し嘘、はい、そうですね。一人テンパ大きいですね。大きいですね。杉浦の一人テンパでした、うん、もうキューピーもスッと最後切りました ね、 ね、はい、まあ、キューピーがね多分出てなかったんだと思います。さあ5回戦目トンの2局となります。杉浦の親番です。3本場ドラは急走。はい、まとまっているように見えます。そうですね。ドラは1枚初ドイツ。こちらは吉田の手牌です。うん、ソーズ一メンツ。三浦はペーチャ。チューンが重なりました。杉浦さんからしてみれば、はい、いかに原点から離れていくかが大事ですから、うんうん、沈まないようにっていうことですね。となると親番のこのチューン統一の手配、ドラは切り出されました三浦からです。
カンパーマンが入って本とかしていくのも、まあ、全然ありかなっていう気がします。ドラ短期構想とかになるんですか。そうですね、打点も欲しいし、はい、アリも欲しいし、まあ、あとはダブトン重ねたりとか、うん、こうなるといいペコでもいいでしょうね。いいペコでいい、リーチもありってことですね。リーチ打ちですね。よっぽどこの状況ならよっぽど悪い町じゃない限りは、うんうん、リーチ打って差を広げに来そうですけど、いいシャンテンが親番の杉浦です。イスソスチピンスーピン引きでもリーチですか。スーピン引きはねちょっと打点が見合わないんですけどね。今モイソーが3枚打たれたんで、はい、薄くなっちゃいましたね。そうするとイスソーに自信持っていける街じゃなくなってきたんで、はい、ちょっとリーチ打ちづらいかなってきましたね。ローピンも残してチュンのポンテンをどうするかみたいな感じですか。これ取ると思いますね。取りますか、うん、チートイツイーシャンテン三浦です。ここからはチューンを出なそうか。ショーンパイのチューン、藤原からも出なそうですもんね。三浦さんはあの一番地合いって、はい、高い点に突然当たる可能性があるじゃないですか。はい、なんで自敗の扱いを一番丁寧に考えるはずなんで、うんうんうん、ここまで引っ張ったチはもう切らないと思いますね。はい、いやー電波入らない。杉浦名本が育ってきた。いいシャンテン、いいシャンテンですか。吉田がチャンスで入らない。なんで。さあどうだ。マンズ、もうちょっと加点したいですよねこの親。そうですね。まあ、ただあテンパった。ローピンでテンパイ、やめてやめてですね。はい、さあどうだ。違う、ソーズが来ない。すごいですね、4枚目のローピンを引き入れての連敗となりました。スーソーなし、うん、仕掛けて連敗ですね。カウソー、はい、初本一ドライチ。いい出しがいいそうか。パースはちょっと嫌ですね。ああ、さすがにそうですね。打たないですね。相手牌になります。今局は
吉田の一人天敗で流局となりました。本三局となります。吉田の親番です。4本場ドラが小さです。非常に夢がある。急走4枚使い。4枚使い。ドラが小さい。うん、ドラドラは藤原だ。面単品ガラドラなど目指していけそう。カップ強いですね、皆さん。はい。杉浦博と一つでマンズ一メンツがあると。ドラドラの藤原、これどうしますかね。吉田の手、まあ泣いてくような感じの手ではないですからね、うんうんうん、面前進行でチート絵にはなんないですもんね。そうですね、4枚使いはイーペーコードラドラなどを目指してという感じでしょうか。そうですね、まあ多分リーチは打ってくると思いますけど、うーん、いいとこ引きましたね。藤原がいいシャンテンドラドラ、はい、うん、跳ねまんまで見えますね。ウースを引ければ、カウンソ欲しい。カウンソを引いたらリーチですか。リーチですか。闇点で直撃狙えるかどうかによりますね。ああ、そうか、だけど上がりやすさを求めて取らせる、うんうんうん、三浦ですね、はい、天敗ですね。ペンチピン咲くあんこの手牌、順ちゃんで動きました。ペンチワンチ順ちゃんですか。チーピン当たり牌止まらなそう。杉浦に当たりの牌止まらなそう。咲く1300、4本馬ですね。2500ですね、はい、高い手ではないけど直撃だと十分ですね。うん、杉浦の上がり藤原からの直撃となりました。さあ今度は4局です。親番は藤原となります。からは何です。現状は杉浦が2着目。ルキの2着目。ドラなんです。吉田の手に2枚。いや藤原の手もちょっと厳しいですね。両面2つ、うーん、縦も速度も厳しそうか。そうですね、しごろとかごろちとか
まあ救いは他もそんなにではないってことですかね。ああ、スピード感はそんなにですもんね。そうですよね。吉田がチートイドラドラ育つかどうかっていう感じですか。でも3ピン引いて一気になんか閉まりましたね。はい、両面、両面ですね。あと一メンツどうにか、このままつむぎり、カンサンマンが入りました、杉浦。形は悪いですが、いいシャンテンですね。杉浦さんがドラが出てきたんで、藤原さんはあんまり時間がないと。関与チーですね、これは。ですね、リャンマン、ウーピンリャンマン、ちょっとアシスト入ってますか、もうすでに。うん、そうですね。まあ、あの三浦さん上がる気は多分これかくないので、はい、先々藤原さんの安全牌を貯めとこうっていうのもありますけど、泣いてもいいよと。はい、テンパイドラ切ってるんでそんな高くないでしょと。なんなら当たってもいいよという感じですかね。進めていきましょうと。レアウキンテンパですね。はい。チータイドラドラもいいシャンテン。藤原の現物、通りやすそうなところを切りながら。そうですね。はい。手がまとまってきちゃいましたね。三浦のですか。はい。一つあんこはいらないですね。いやー、両ピン。まあまあ薄いですね。ウーピンがないのか、両ピンもないのか。山になかったです。吉田さん、チャータンキ、テンパイ、チートイドラドラ、チートイドラ、テンパイした。ただシャーがここに2枚、山にはない、山にない、1枚切れ。2人のテンパイはどちらも山にはありません。うん、これでいいシャンテン、追いつけるか。そうですね、藤原追いついた。ドラを切ってテンパイ、役割カンチーソー。カンチーソーは何枚切れですか。 1? まだ山に2枚いるですね。はい、上がりも十分にある。これはどっちの方が、まあ、あの藤原さんにテンパイ気配が出たので、はい、筋の3ピンでもいいですかね。藤原の筋でもそのまま押しました。カンチーソいますよ、ローピン。います。これが入ってですね。
シャアになった。吉田の上がりとなりました。法定チートイドラドラ8000点、三浦8000点の能力になりました。ちょっと良くての形になりましたね。まあ、確かに三浦さん全員気配が出てる中で、はい、一番効率的な感じな感じだったんですけど、うんうんうん、とはいえ、45%、まだ大丈夫ですからね。そして親番となります、この手配。ドラリアンソー。まだプラス 45.1。とにかくこの親番で上がっておいたのが大きいですね。ああ、本当ですね。吉田がトップ目、杉浦が2着目となっております。まあ、吉田さんとしたらまあ一人浮きにしたいですからね。まあ、3500浮きなんで杉浦さんが親番で3級オールとかを上がっていけばと、うんうん、いうイメージですかね。はい、感じ三浦さんは普通に手は組んでそうなので、はい、この手配ですね。そうですね。ドラ、うん、対応にしていく。ちょっとここは加点しておきたさもありますかね、やっぱり。やっぱり浮いときたいですよね。何があるか分からないっていうのがあるんで、はい。ただまあ無理もしたくはないでしょうから、あと一周、うん、あと一周ですね。乱入したところ、80。まあ大丈夫って言えば大丈夫そうなんですけど、はい、やっぱりね、マージョンプロってどこまでも、うん、あの用心深いんで、用心深いそうですね、用心深さの筆頭格は藤原さんですけどねそうですね、本当に。さっきの連ピン打たなかったのとかもすごいですもんね。うん、三浦さんの手が高くなってきましたね。6チッパまでありますね。はい、なので G1 だけチーする感じですかね。あ、でドラ短期、ドラ短期対応3色ドラドラ、はい、しかもドラなんて山にまだ2枚。杉浦の手にドラドラ。こっちで転敗。三色。ドラ打つ、ね、まあ打ってやめてんですか。打ったらポンですかね。ポンしてもいいと思うんですか。うわ、打たない。やっぱりね、この辺は用心深いですね。いいシャンテン、いいシャンテン。うん、こちらもいいシャンテンですもんね。
テンパイスか、つもりさんあんこ、シャンポンにするか。三層なんは、なんは場に見えてません。三層も場に切れていません。つもりさんあんこですかね。あ、そっち行った。ドラツモっての1326狙いですか。はい、両層待ちでリーチとなりました。藤原です。いいシャンテン、いいシャンテンですか。あ、テンパイですか。テンパイ取らずですね。取らずでしたか。口っぱにやられてますね。牛田は取らず、なんは当たり牌じゃなくなったけど頭、あ、無理せずですね。無理せずか。そうですよね、藤原には打ちたくないですね。もう打っちゃダメですね。打っちゃダメですね、うん、ここは。運動がでも1枚いますか。運送か123、ウーソーはね、連続が1枚だけですか。はい、ドラの連続が1枚だけですか。リーズもドラ1で1326。これはどうだ。数が打てば天敗、つもはない。取りますか。うん、取って、スチーピンドライちゃったらね、ここでもリーチ打ったと思うんですけど、はい、つもまんなくても。さあ、見られてる範囲は2番ですね。吉田は得した数番。これが入っていいですね。はい。流局となりました。リーチをした藤原と吉田の2人テンパイで流局となりました。2人テンパイで流局。さあ、1本場となります。まあ、杉浦さんはここは普通に上がりくると思いますね。はい、で、できれば、点差を広げたいと、うんうん、ただ先手取られたり、はい、強い押し返しを受けたらきそうですけどね。無理はしない。無理はできないですね。できない。さあ、ドラが初で敗はいかがでしょうか、杉浦。絶妙そうな。そうですね。悪くない。うん、というかいいですね。いいですか。わ、国士だ。これは国士ですね。はい。そして藤原はどうだ。一メンツ。見えれば高風トンはドイツ。ぶつけられるか藤原。となるとやっぱり藤原としては先手取りたいっていうことですよね。そうですね。はい。うん、いいところ。まとまっていきます。杉浦もいい。お、進みました。三シャンテン。
チートイツイシャンテン。ドラ。ドラは吉田の手に2枚。いやこれどっちにしましょう。メンホチートイドラドラですか。というか仕掛けって言ってもいつも全然ありそうな感じですけど、国士に行くか、国士の方が強いんだと。まあ点差考えるとそうですね。3万2000一撃が必要な状況ですね、ウーマンですが、まあ、一応スーワンコイーシャンテ。はい、タンヤを高め、イーペイコーの天敗杉浦です。ポンポンかしないポンしてトイトイですか。トイトイで、ああでも変わった。うわ、スーワンコ3万と3品今通った3品。はい、タイヤをトイトイ3万個積もったのもちろん決まりますね。決まりますね。三浦までまくりますね。出上がりでも結構ですよ。1万2000。3万はどうなんですか。誰、1枚持たれてる。1枚山ですね。1枚山、3品は3品は手配にはない。1枚、あ、1枚ずつ、1枚ずつ十分ありますね。ありますよ。1万6000オール。これ3万大丈夫ですか。もう警戒してると思いますけどね、三浦さん。ちょっと親に1万2000はやってないですよね。まだ大丈夫ですけど、まだ大丈夫ですか。あの、大丈夫ですけど、はい、目標が変わりますからね。自分が標的になってくるので、でも3万浮いてますもんね。はい、はい、サブロッキュピン入ったら1万2000の報酬になる可能性があります。杉浦の町は3品3万どちらも山に1枚ずつ。スーアンコウです。積もるとスーアンコウ。あ、もうやめたそうですね。あー、3万になる。ここで3万。杉浦の上がり、タイヤをトイトイ3アンコウ。1万2000は1万2300、三浦からの上がりとなりました。高い。これターゲットもう変わります。いや、ターゲット変わるけど、はい、それでもまあちょっともともとの差があるんで、これは三浦さんより藤原さんと吉田さんの方が痛いですね。ああそうか、杉浦が遠くに行ったっていう事実の方が、遠くに行って、はい、今トータルトップ入れ替わりましたけど、はい、これでね、今吉田さんと三浦さんで、70弱67ぐらい、はい、藤原さんとでも、50弱でしたもんね。じゃないか、57か。もう順位点はね、変わんないですもんね。これ変わんないというか、三浦が一番下なので、はいはい、だから順位点でね、例えばここからトップを取って三浦さんラスにしても、もともとの差が大きいですからね。はい、さあ杉浦1万2000点上がってレンちゃんとなっております。何の2曲ドラはチーピンです。もういいですかね、杉浦的には。まだあの、もうだからさっきの三浦さんの立場になりますよね、うんうんうん、無理はしない。もともと原点キープしていればほぼ大丈夫だったっていう感じなんで、はい、今もう4万4000、はい、4万5000あるので、かなり余裕ができた、ね、1万5000点の余裕ができたと。
だから相手に何か気配が入ったら、はい、スッて引くんじゃないですかね。うんうん、さあ藤原の手に何が重なりました。イーソーワンコでもうこうなると吉田さんと藤原さんは最後の親番にかけると、はい、いう感じですかね。うん、ね、この三浦杉浦の上下できっとサクサクっと終わらせに来ますもんね。まあだから先手取るの大事ですよ ね。かいくぐって先手を取っていけるか。藤原はこの手牌をどうするか、端に寄せるかどうかっていうことですか。チューンはつもぎり、チャンタとかも見えますけれども、ドラチーピン、状況ですね。ちゃんたにしたいけど、はい、そうするとスピード落ちる。うん、いいピンの重なり、いいピンは2枚切れ。いや、いいピンもない、うん、ペンチは落としていきますね。なんかこれは嬉しい、いいシャンテン。嬉しいけど、はい、そうなると入り方によってはペンチ番の方がちゃんと上がってみたいなことになっちゃうかもしれない、うんうん、それもそうですね。あ、これならウワンコでね、サンコとかになれば、うんうんうん、なおよしで、スワン引いて、これで1326を引きに行きますか。はい、はい、そうですね。リーチになりました、藤原です。6キスお待ち。いや薄いけどもうしょうがないですね。もうこれ以上変わらないですもんね。もう見た目5枚切れなんで。見た目5枚自分で1枚使ってて、自分で1枚使ってないです。あ、お前使ってないですね、はい、失礼しました。ただ残り3枚は全部山です。3山積もれるか。大きそう。減ってないですね。どうだ、いない、一枚減った。積もあと2回。そうだな、1、3、2を引いて、いやまた減った、あと1枚。吉田は角番はあと1回ですか。積まれず。先輩は
れない。藤原の一人天敗で流局となりました。これであと2局ですね。はい、南三局となります。三本だ。まあもうここから2人はとにかく連チャンと。はい、もう入れない。三浦さんと杉浦さんはいかにして流すかと、はい、いう2局になりそうですね。はい、最終戦南三局となっております。ドラがパーピンです。親番は吉田。66ポイント差ですか、三浦と。66ポイントで、12点がカップとして6ポイントか、60ポイント、60ポイントは1万6千オールですね。はい、1万6千オールで一撃ですか。はい、はい、ただね、杉浦が役ですね。はい、役なんといつです。で、どうしたって吉田さんは目いっぱいなんで、うん、これ自敗止めてる余裕ないですからね。うん、で、三浦さんも止める理由があまりないので、はい、どうぞどうぞになりますよね。何、はい、が出ました。はい、どうぞどうぞです。どうぞどうぞ。あれ？あれ？スルーしました。へえ、これ意外ですね。仕掛けずです ね、 ね、仕掛けても仕掛けて、うん、まだ形がまとまってないっていう判断かもしれないですし、うんうん、そんなリスクを犯さなくてもいいというぐらい余裕があるってことですかね。いやいやいや、余裕はあるようでない、うん、たださっきより、さっきと違うのは杉浦さんの上ってことなんですよね、うんうんうん、だから何、なんで俺が三浦君のために汗かかなきゃいけないのってなんでちょっと嫌なやつみたいにするんですか僕はもう貯金を貯めてリタイアしたんだよね仕事はっていう、さっきの状況とは違うんだよって、三浦君はまた働きなさいみたいな、自分で頑張んなさいよって、はい、はい、っていう頭の中の妄想ですけどうん、そうか、そうか、勘助さん動いてくれないか喋らずともね、はい、そういうやり取りがあるんですね。ならば俺が行く、ジャン氏のやり取りが、はい、ならば俺が行くですよ。愛を通じて会話しております。行きました、初のポン。ポン天ね、ポン天になりますね。で、さすがに、はい、次杉浦さんポン天なんで、はい、ポン天は通ると思いますけどね。うんうん、吉田さんに連チャンされて嬉しいことは一個もないんで。いや早い、三浦と杉浦がね、すでにイーシャンテン、はい、あ、チーテンからダブルバックですね。はい、ハクナンの後付け、はい、もうね、ドラドラになっていい手ではあるんですよ、吉田も。ただこれ、3人で積もってるようなもんですからね、はい、藤原さんは止めるかもしれないですけど、間に合った、間に合った、リーチと言えた、スッチーピン、メンピン、ドラドラ。さあこれはどうなんですか、リーチは強いんじゃないですか。リーチ強いけど、はい、まあこれリアマ打ってますね。リアマは現物か。なんなら杉浦さんに当たりそうな牌考えたけど決めきれないって感じですね。あ、これ打ってる。リャンマン打った後どうします、全部 いけないんで、はい、だから次ムスジ引いたらもう引くんですよ。ポンテンとかはチーテンとかはもうこれ引きますから取らない。はい、三浦さんの方が引きやすいですもんね。引かなきゃいけないですもんね、下なんで。うんうん、3ピンどぎつい。なのでこれで杉浦さんと吉田さんの1対1。ただ杉浦さんも無筋引いたら終わりですね。うん、それまでに 何泊いるか。何泊。あ、無筋。三層無筋。
ニャンワインは落とせるだけにね、ここは行かないような気しますね。はいはい、なんなんもありますね。いや、これはもう先生リーチと言えた吉田の、はい、間に合いましたね、リーチが、はい、さあ、あとはスッチピンを積もれるかどうかとなりましたが、2、3、4、手牌に4、山さん十分ですね。十分年品積もドラドラ16000オールってことは4000オール4回いいわけですよ、はい、そういうことですね、はい、4倍マンで、その1回目が通るとなんかいけそうに思ってくるのが不思議なとこではい、4000オール6000オール6000オールとかでもいいですもんね。来ました、来ましたよ、年品積もドラドラ4000オール4300オール、吉田の積も上がりです。ああ、4300オール、あと12000オール、3倍満でクリア、3倍満でクリアですね、うん、なんかギュッと縮まった感じしますもんね。そうですね、44.9、8000オールで32ポイント、うん、うわ、めっちゃいい、多い、すごい、すごい、すごい、ドラマないけど、まあでもいいや、年単値も2000オールで、はい、藤原さんは遅い、藤原さんは厳しい、あとは遅い、勘介さんはペーチャー、ペーがある、ペーがありますね、泣くか仕掛けるか、でもあ、もういいシャンテンですね、吉田ですね、いいシャンテン、はい、つもり3アンコウかイーペイコウあたりとかも欲しいですね。いや、渡りに渡って数アンコウまで渡っちゃいますね、それは16オールは一撃だ、これちょっと見てますよ、多分本当に渡っちゃうかもしれない、2-1-1でイーペイコーリーチもありますかね、メンタンイーペイコーも十分ですね、積もって3キョール、あとは3アンコーでどうするか、いやとにかく先手は必須なんですよね、うんうんうん、先手取って引かせないと、は必須だけどちょっと夢もある手配、そう、打点も欲しいんですよね、はい、あと12000オールですからね、こういう手は大きな手に仕上げていきたい、うん、チートイツでも4000オールありますもんね、対応チートイか、はい、ドラとか持ってくるとね、ドラは切りそうですけどね、切りそうですか、そっか、タイヤオイペイコーの方も逃したくないですもんね、そうですよね、うん、3万ウーマン引いたらどうするんですか、そう、森さん、あんこ、あ、こうなったら森一ですね、止めないと、あー、そうか、仕掛けが入ったら、うん、押さえつけないとと、はい、いやー、あといっぱい、三浦にパーピンのポンが入っています、いいシャンテン、テンパイ、カンチーソー、ただチーソーない、ないですね、山にゼロ、え、タイヤ落ちいといとかやめてくださいよそれはフラグ、いや、まさか純ちゃんが育ってきましたね、はい、ドラがあって、あ、ドラの方切りました、
あ、何を引くか。いやもう猶予はない。もうローマとか数万とかでもいいから。3万切るかローマン切るか。ローマン握れになりましたね。数万も薄くなって、いや、ゆうゆう大変チートじゃないですか。見える流れだ。3、4、1000点ですね、1000は。これはゆずきさんがフラグを立てたってことでよろしいですか。私のせいですか。フラグ立てましたからね。この世にない牌がね、唯一出る方法があるなと思ってしまったんですよ。まあ、ただ三浦さんがね、果敢に仕掛けて、ええ、上がり切ったのは褒めるべきでしょうかね。はい、はい、さあ、これでオーラスですね。はい、オーラスになります。まあ、藤原さんは連チャンですね。なので吉田さんの条件、さっきが1万2000オーラだったんで、役満都合どうですかね。役満都合届くかどうか。4、9、3。ただしさんの条件が相撲ダブル役満。そうですね、役満ちょっと足らない。ん、藤原からダブル役満、杉浦さんから3倍満、三浦さんから役満ですね。これが、吉田忠さんの条件です、はい、藤原さんは連チャンしてという感じですね。藤原さん6000オール2回。今そうですね、条件がマイナス。あ、そうか。意外と意外と現実的。12000ですね。12000ですね。はい。さあ、最終戦のオーラス始まりました。なんだ4曲です。親番は藤原。本当状況的にはちょっと苦しいかと見えますが、実は6000オール2回とドラスーマンです。非常に大事なハイパイはいかがでしょうか。厳しい。両面が2つある。あとは周りのスピード感。お、三浦は速さが見えない。うん、杉浦もそこまでだ。そうですね、はい、あとはツモ次第。吉田さんは最低3倍満。そうですね、直撃で3倍満なんで最低3倍満。ということはいつもダブル役満。この手だと国士を見つつって感じですか。うん。あ、だから藤原さんの手はいいですね。進んでます。つも伸びてきました。ドラは数ワンということで、おお、形も良くなる。間に合うか。いや、白重なった。うん、なんですけど吉田さんの白って出ないんで。はい、もう一枚どこに行くかですね。うんうんうん。あ、ここにあった。これは泣けるわ。わ、アイシャンテンになった。これは泣ける。これは藤原に時間が残されているかどうか。藤原さん、チーソー3枚目スルーした。あ、まあ。泣いてる場合じゃないですか。いや。全然あそこは泣いてもいい場所と思いますけど。うんうんうん。結構嘘を引いたんでね、強い形ですね。宮川さんの感じ、チーソーが薄くなった。あ、そうですね、うん、杉浦さん、ペンチーソーが薄くなったんで、みんなの欲しかったチーソーポンはしますか。あ、せずだ。やはりチーソーが弱いのが。そうですね。まあ、あと三浦くん頑張りなさいってことですね。トータルトップの上から目線。
ちゃんかんちゃんのいい瞬点。どうだ、この進行具合だと藤原さんもう一曲はありそうな感じにはなってきましたね。ありそうですか。おいいシャンテン。スピン切りますか。そうですね。三浦さん入り方によってはリーチもありそうですね。あ、入り方、うん、何入ったらリーチですか。 C1 とか C1 入ったり、振り展開数そうとなるとちょっと難しいかな。カンウーソンも見た感じ悪くなさそうだけど、ここにあんこか。あー、椅子チワン、あ、これはリーチでしょうね。はい、テンパイ入ったら、もう自力で君行く感じ。そうかそうか、ウーソン引いたら役ありか。そうですね、ピンフになるんで、そこはやめてんですね。はい、椅子チワン。ロウソウとく、うんうんうん、で藤原さんテンパイ取れました。3万とリャンソウのシャンポン、親から仕掛けが入りました。もう一曲あるか。藤原リャンソウは山にはない。3万が1枚。ん3万もない。あ、3万ないから表示牌、まあ、やっぱだテンパイの連チャンが大事なんで。はい、連チャンが大事。あとは三浦の動向ですね。そうですね。あ、これリーチ、テンパイだ。一スチマネリーチ。あ、でもこのリャンゾーが当たる。そうだ、リャンゾーだ、捉えた。残陽ドラ1は2900、今にはなかった牌でしたが、三浦先輩により打ち出されました。始まって、はい、2020年が始まりました。そうか、刺激だからもうちょっと行こうか。上の方が1000円だ。1万オールぐらいですか。1万点オールぐらい、あと1万点オールですか。4000オール、6000オール、ドラ1000万。そうですね、6000オール苦手でしたね。うんうん、僕は本気とかなんで4000オール、6000オールみたいな感じですか。はい、うわー、三浦の手良さそうだ。杉浦も今回は太陽系で仕掛けも効きそうか。さあ、もう一上がりつなげるか、藤原。ちょっと苦しい。いやー、苦しい。苦しい、これは苦しい。うん、苦しすぎて、本当は重ねたい。はい。チューンを切らざるを得ない。苦しすぎて。これは逆に杉浦さんは、安養でね、仕掛け形。三浦も形また埋まってるし。そうですね。3ピンが入ったけども、まあ、それでも面白いかない。ワウピン引いた。相続伸びる。もう藤原さんに時間はない。ないですね。ちなみに1位通過が中田香菜さん。うん、昨日の2位通過と当たるそうですね。はい、2位通過は広柴田の宅に入ることになります。
なのでこのまま行くと、このまま終わると勘助さんが、そうですね、1ですね、はい、中田かなさんの卓となります。うわ、インシャンテン、いやー間に合わない、酸素は泣かない、泣けないですね。ん、またさっきみたいな感じになってきましたね、スワンコみたいな。本当ですね。まあもうここはね、打点は関係ないんで上がりきればいいんで。はい、三浦サービスセンターもありますか。ちょっと分かりにくいですかね。そうですね、なかなか分かりづらいと思います。一応イーシャンテンなんですよね、藤原さん。ペンチピンピンチの厳しいですけど。そうですね。で3万なんで、二刺しも見ての変化。ドル3万ですからね。はい。いやでも意外とテンパらないですね。そうですね。杉浦杉浦。この隙にどうにか間に合うか、間に合うか。いいシャンテン。チームはまあ実際山なかったんで、はい、あのペンチームを落としたのはいい判断だったんですけど、あとは追い先に行けるか、どうだ。1通目もある振り点ですけど、おいいピン切ってますけどね。あ、いいピンなくなった。あ、テンパった。シャンポン闇店ですか。どっちもありますね。カンチャ闇店、カンチャ闇店、カンサンピン闇店、どうだ。テンパイ、テンパイ、リーチか。リーチですね。さあ、先にリーチと言えた杉浦さん。1枚押すかな。テンパイですもんね。スーワンは、スーワン、でもまだいますね。二山、二山いますね。でも三品は三山、三山、二対三、二対三、セーフ。まあ三浦さん、これはギブアップですか。うん、そうですね、嘘嘘打ってますけど、ローピン、いやーどっちも通ってない。パワー1を抜けるとなるパワー1ですね。あ、これでまた寿命が伸びました。寿命が伸びました。繋がりましたね、これは。繋がりましたね、うん、先にリーチと言えた。ちなみに山2枚は積もるとリーズモドライチ2000オール。2000オール積もったら8000オールでいいんですか。そうですね、はい。運送が打ってるからチートイツイシャンテンをキープしますか。うんうん、ヤンゾーも打てますもんね。それかパワーワン、パワーワン、パワーワン、パワーワンでもいいシャンテンか。そうですね、どの形でいいシャンテンキープするか。パワーワン、パワーワン、はい。
いや、数万減らないですよ。山2枚、ね、どうだ、違う、相撲はあと1回、あと1回、いや減らない、減らない、テンパイ、リアンピンスーマン、ただ振り点なんで、あ、そっか、手張りは効かない、はい、さあ積もれるか、藤原積もれず、積もれず、山2枚、満杯2枚でしたか。さあ藤原、親番続行となります。藤原、杉浦の2人転敗で流局です。これで実質3000となったんで、はい、9000オールみたいな感じですか。9000オール、あと9000オール、こうやってつながった親番、何か起こるか、何の4局2本場となります。4回戦目でもありましたもんね、ギリギリつないで親番で6000オールなんていう場面もありました。さあ、ドラがパワー1、今回はチュンがそいつ、9000もといつつ仕掛けますか。いや、仕掛けますね、仕掛けますね、うんうん、ここは速度重視でいくでしょうか。結構いいですね、いいですね、周りの手配はいかがでしょう。シャーチャー、ちょっと厳しい、うん、ダブルヤクマンは厳しい、そうですね、チュンは誰の手にもありません。山に2枚やっぱり先制リーチ打てるかどうかは大事ですよね。はい、先制リーチ本当に大事だなっていうことを今見せつけられました、この2局で。できれば、まあ、チュン泣くんですけど、うん、できれば面前にしたいんですよね、うん、泣いた場合だと高くないと思われたら結局壊られるんで、はい、できればリーチ、また先にリーチと言いたい藤原。あ、パーソフォン、いいシャンテンになります。単葉仕掛け、杉浦どうする。チュンが泣けた、チュンが泣けた、いいシャンテン、いや、リアンシャンテンカムだ、リアンシャンテン、リアンシャンテンですね、三浦はいいシャンテン、藤原はリアンシャンテン、いいピンがもちもちですね、うわー、ほんとだ、いいシャンテン、はい、これでいいシャンテン、連敗、どっち抜ける、3ローワン、タンヤを、あ、ローワンが、あ、でも藤原には切れる、でも結構打ちやすいですよ、これローワン打ちやすいですね、テレシティマン、決断の時、
ローワンが選ばれました、はい、三浦の上がりとなります。タイヤは1000点、日本馬1600点。さあということで前5回戦が終了となりました。ベスト8へ勝ち上がりを決めたのは1位通過で杉浦寛介、2位通過三浦智弘、この2名となりました。はい、さあこの後インタビューとなりますが、近藤さん、はい、はい、この5回戦終えてみていかがだったでしょうか。いや、面白かったですね。面白かったですね。あの最初ね、三浦さんがどこまで行くかと思ったら、うんうん、杉浦さんが捕まえて本当に3連勝スタートしたんですよね、三浦は。吉田さんも藤原さんも展開的にね、ちょっと相手の当たり牌掴んだりとか、大きい手が実らなかった場面多かったですけどね。特に吉田さんね、序盤で高い手作ればかわされる、うん、高い手作れば捕まるというような感じでね、展開が厳しかったですけど、でも最後までね、見せ場作ってくれたんで、はい、はい、よかったかなと思います。1位通過の寛介さんは中田かなプロの高ですね、はい、2位通過の三浦プロは柴田プロの高、はい、去年の2冠と今年の2冠対決ですね。わ、本当だ、面白いですね、うん、2冠対決、はい、柴田さんと三浦さんの2冠対決、はい、そして三浦さんは3冠をかけてと。そうですね、はい、で柴田さんは連覇をかけて、うん、見応えバッチリです、はい、でただまだその後に決勝があるんでね、まだベスト8ですからね、はい、はい、さあまもなくインタビューとなると思います。最初は藤原貴弘プロです。藤原プロお疲れ様でした。どうぞ。です非常に、ね、苦しい展開だったと思いますけれども、まず終えてみていかがだったでしょうか。はい、まず終えてみていかがだったでしょうか。はい、やっぱり2冠は強かったですね。2冠の三浦さんが強かったですか。はい、もうだから途中から、あの後半からですね、うん、もう三浦君はもうちょっと捕まらないと思って、うんうんうん、杉浦君もを狙いしかないなって切り替えたんですけど、杉浦君がまたしっかりオーラス浮いてくるんで全然沈まないんで、全く付け入る隙がなくて、うんうん、もう今日は完敗でしたね、はい、うん、最後ね、でもオーラスもうちょっともうちょっととこう粘ってね、まあ、親は繋いでいきましたけどね。いや、だいたい終わるんで無理ですよ。なかなか手入んなかったですよね。いや、もうやっぱりテンパられるとね、打たれて終わるんで、もうとにかくよっぽど先手取らない限りは無理ですね、はい、近藤さんご覧になっていていかがだったでしょうか。藤原さんらしいところもあって、で最後また2回で追い上げてくるのかなとは思ってたんですけど、今日はちょっと足が届かなかったですね。まあただ藤原さんらしい我慢するマージャンは見ていた方に伝わったかなと思います。はい、さあ藤原さん、2023年、これで公式戦は終了となりますか。はい、はい、今年一年お疲れ様でした。たくさんのファンの方も藤原さんの活躍を応援してたと思います。ファンの方へ向けて最後に一言お願いします。そうですね、2月はね、毎週ここで4試合もやらせてもらってすごい楽しかったですね、うんうん、でもうちょっと3月も楽しみたかったんですけど、まあ、残念ながら、はいはい、九段予選からね、一番勝ち上がってね、はい、来ましたからね、ここまで、はい、はい、まあ、次また10代戦でここへ戻ってくれるように頑張ります。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。さすがにちょっと寂しそうでした ね、 ね悔しいとかじゃなくて、やっぱもうちょっとこの対局を楽しみたかったっていう、うん、寂しさが哀愁が漂ってましたね。3回勝ってここに立ってますからね、うん、続きましてですね、はい、吉田忠志プロです。忠志さんお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。忠志さんも本当に苦しかったと思うんですけれども、1日終えてみていかがだったでしょうか。ちょっと2回戦目に、はい、2回戦目でしたっけ、寛介のチュンドラさん、はい、なんかね、
あのドラ飛んだと思ってて、いや、なんで飛んって思ったのか全然わかんないんだけど、珍しいね。そうだったんですか。なんかね、はい、いや僕何ないて、コンスケが30目ぐらいに飛ん切ってきて、はい、もうドラ切ってきたよとか思ってて、なんか77って言われて、あれチュンじゃんと思って、すいません、なんかボケてました。ああ、いや、うん、もう正しさんすごい攻めるじゃないですかみたいな、ね、感じだったんですけど。あのね、あれ本当に、いや、ひどかったの、なんで勘違いしたのか全然わかんないですけど、ちょっと、だからすいません、ちょっとその時局ちょっとハイパイもらった時にちょっと落ち着かせようと思って考えちゃったんですけど、はい、なんか、はい、わかんないですけど、まあでもね、それがなかったにしても本当に辛い一日ですよね、この作業は。そうですね、まああのそれもあって、まあポイントもどんどん話されて、結局あのね、できることが、あの限られてきてというか、どんどんまあ自分で苦しくしちゃったんで、まあしょうがないかなと、まあトーナメントありがちの展開になっちゃいましたね。そうですね、4回戦目のラン2局、藤原さんの親番だったんですけど、はい、数走最後に数走を切って藤原さんが仕掛けて電波を入れる場面だったんですけど、はいはいはい、あれは、藤原さんにどっちかなと思って、そうそう、泣かせに行ったのか、それとも、はい、あの泣かせたくなくて、直前通ってた数走切ったのか、どっちかなと思って、はい、あのまあまあ別にあの数走だったらいいかな、あの泣かれてもまあ、他が雰囲気なかったんで、そうですよね、やっぱり泣かれてもいいという、はいはい、だから泣かせないんだったら EP の方が泣かれなそうですもんね、はい、フリテン G とかじゃなきゃ、だからだいぶあの途中から藤原さんの味方はしようと思ってたんですけど、まあこれもトーナメントそう、ね、全然噛み合わなくて、お互いだいたい負けてると そうですよね、そうだから噛み合わないっていう、僕のリアウピンの1600とか藤原さんこれ打ってくれたのかなとか思いながら、はい、そうちょっとまあなので、だからこうやっぱ下の2人は上の2人をこうどうにかしないとみたいな、なんて言うんだろう、なんか、はい、でも1回戦目のあの面本チータイなんてね、あの準短期でしたっけ、はいはいはい、はい、ああいう執念とかはね、本当に高橋さんらしい高い手を、まあね、勘助がちょっと1枚押してきたんで、ね、あのもうねリーチしようかなと思って、はい、あれ多分あれ3ピンだっけ、あのチートイだとね、多分テンパってないんですよね、僕あの、あのまあ途中で Q1 が来たんですけどね、3ピンあの取り取っとしたら、はい、あれチートイにあのしなくてよかったなと思って、パワー1とか拾えなさそうなんで、まあまあでも乾杯です今日は本当、たくさんのファンの方が、正さんの応援をされていたと思います。本当？はい、そうですよ。ありがとう。はい、たくさんのファンの方に向けて最後に一言お願いします。はい、そうですね。ね、ここで負けたのは悔しいんですけど、今季はそうですね、終わったんですね。今季終わって、来季のリーグ戦まで1ヶ月ぐらいあるんで、まあ、とりあえず1週間ぐらい新潟に行った後、はい、1週間ぐらい大阪に行って、はい、北海道とかどっか行こうかなと旅に出ます。じゃあシーズンもねしっかり堪能して、はい、はい、また来季から。でもまだランはあるでしょ。まあ一応そっか、あのカテゴリーは来季だけど。あ3月に。ありますね一回。あランは。ランは戦頑張ります。ちゃんと東京帰ってきてください。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。新潟、大阪、北海道。全国ツアーですか。全国ツアーですね。いいですね。正しい。ワンマンライブですか。ね、全国ツアー。羨ましい。車で行く、あの現地行って、はい、車で回ったりするんですね。楽しそう。さあ続きましては、みかんのこの方ですね。悪徳金融業者の三浦さんです。悪徳金融業者の三浦智弘プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんだというかもしれないですね。今日はね、3連勝スタートということで。そう、あの3連勝でしっかり資産を使って、うまく運用してたつもりが、ちょっと大暴落が起きて、最後、ガタガタだったっていう。
バタバタしてました、はい、まず1日を終えてみていかがだったでしょうか。そうですね、最初の3回ちょっとつきすぎてたんで、うん、もうちょっと最後の方はまあでも杉浦さんに1万2000打たなければ、まあ、予定通りかなっていう感じだったんですけど、なんで1万2000打つまでは、はい、杉浦さんが何かしてもいやそんな助けてなんかやらねえよぐらいの上から目線だった感じだったんですけど、はい、財布は助けてもらいましたからね。ちょっと雑な3万でしたね。なんかもうだからあれな、はい、結構見た感じやめたそうな雰囲気もあったんで、もうその正さんの国試警戒しても完全にやめちゃうならもう全員の完全敗結構あったのに、ね、ちょっとなんか欲張ったというか、うん、まあ、一応形残しちゃったんですけど、ちょっとあれは本当雑だったんで気をつけます。はい、はい、ありがとうございます。2冠からの三浦プロは、ベスト8は柴田プロのいる A 卓となります、はい、去年と今年の2冠対決です。そういうことになります。はい、こちらですね。あ、ごめんなさい、見えてないですね。こちらには見えてます。ベスト8、A 卓、広柴田、三浦智弘と決定しております。ベスト8に向けて意気込みお願いできますか。はい、決勝を目指して頑張るんですけど、まあとりあえずその一曲一曲集中して、ベストを尽くせるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。はい、3冠目指してぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。多少事故しても勝てるポイントだったと。まあそうですね、最初やっぱり大きかったですよね、積み重ねが。そうでしょうね。特に1回戦のね、本場の怒涛の上がりがすごかったですね。三浦さんしか上がらんみたいな状態でしたね、はい、さあそして1位通過となりました。はい、杉浦勘介プロです。杉浦プロお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。今日は2位と始まってで、はい、最後ねトップ通過まで参りました。1日終えてみてます、いかがでしょうか。そうですね、まあ開局から、ま、三浦さんが高打点を連発して、うん、はい、もうちょっと今日はどうしようかなと、もう一席決まっちゃったみたいなね、雰囲気あったし、ね、はい、特にまあそれが三浦さんなんで、はい、三浦さんに展望を持たすとね、鬼に金棒みたいな、三浦に展望みたいなね、うん、あるんで。いやちょっとこれはもう本当に3人であと1席の争いかなと思ったんですけど、はい、まあ、運よくなんか全部浮きでしのげたっていうか、ラッキーな上がりもあったりして、はい、沈みそうなところを最後浮きに回れたりして、うん、まあそういう展開の利はねあったので、なかなか厳しい局もあったんですけど、はい、その点については藤原さんだったり正さんよりは月があったのかなと思ってやってました。近藤さん、ご覧になっていていかがだったでしょうか。そうですね、最終的に決めてねたの1000、2000ですかね、背景で白のやつ、6万です、ね、あそこでなんかもう見た感じ、はい、俺いるんじゃねみたいな感じで、うん、でそれ上がれたんで、あそこで藤原さんのなんかあれを止めて、うん、であれでなんか、まあ、実際5回戦もうちょっと、あったんですけど、ここ見てる感じであそこでちょっと決まり手になったかなっていう印象ありましたね。うん、質問来てますね。勘介さん、グランプリ最高記録どこまでですか。ちょっと覚えてないんですけど、はい、まあ決勝はないですね。8はあるかもしれないぐらいです。おお、じゃあ、はい、もう次なんとか突破して、はい、はい、ベスト8は、はい、中田かなさんの待つ B 卓となって、あ、またかなさんなんですね。二次予選でかなさんと一緒に戦ったんで、はい、今日はかなさんフォーカス M で来てて、あ、またかなさんに会ったんですか、今日待ってるよとか言ってだったんで、あ、そうなんだ、はいはい、あ、そうかそうか、はいはいはい、かなさんと2人で勝ち上がったんですもんね、二次予選。そうですね、連続で当たることはないんですけど、はい、1回役と当たる可能性ありますね。あ、で、まあ8なんでね、2択しかないんで、うんうんうん、はい、これはもう2分の1で勝ち上がれば当たりますね、はい、また次回、ベスト8に向けての意気込みお願いします。はい、もう次はね、勝てば決勝卓っていう、うん、すごく大事なベスト8なんですけど、はい、もうぜひともここまで来たら突破して、うん、久しぶりのタイトル決勝、タイトル戦の決勝に、うん、乗って、いい締めくくり、今年度のいい締めくくりにできればなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ちなみに私は最高の成績準優勝です。
ありがとうございます。今年出れなかったけど一応準優勝が最高成績、はい、ありがとうございます。さあ改めましてですね、勝ち上がったのは、はい、1位通過の杉浦寛介プロ、そして2位通過三浦智弘プロということになりました、はい、そしてここで次回のお知らせも一緒にさせていただきます。次回はベスト16の C 卓ですね、はい、1日空くんですか。そうですね、はい、日程としては1日空いてですね、魚谷プロ、勝又プロ、日立プロ、西川プロと、またこちらもうみんな岩みたいな感じ、みんな岩みたいですね。で魚谷さん現状美容家ですし、はい、はい、暑いですね。まあどこを見ても豪華な卓ばかりとなっております、はい、実況は青井ゆりかプロ、そして解説は藤崎聡プロが務めます。またおしゃべり好きの方がいらっしゃるよね、はいはい、そちらも皆様ぜひ楽しみにしていてください、それでは本日はこの辺りで失礼します。長時間のご視聴どうもありがとうございました。また次回の麻雀グランプリマックスでお会いしましょう。さようなら。